ニノのミュージックイントゥアワーライフ。こんばんは、アティアティです。久しぶりに、1ヶ月空いちゃいましたね。そうですね、うん、ねえ、アティアティの小部屋。じゃあ1ヶ月空いちゃったので急にですか急に行きます。メンバー紹介から始めましょうか。あ、そうですね、はい、はい、では、歌を歌っておりますプリちゃんです。鍵盤を担当しているユキちゃんです。笛を担当しているユリちゃんです。よろしくお願いします。お願いします、 お願いします。ね、私たちのことを忘れちゃった人いたら寂しいね。いないいない大丈夫、いないか、うん、大丈夫、いないと思いますよはい、先月10月ね、あの芸術の秋ってことで、私たちはライブを、いろいろやってきました ね、 ね、そうですね、うん、一番大きいのはダマダマさんで、そうですね、国立の、うん、ダイニングバー、ゴッテスナイトという、ダマダマかぶっちゃった国立のダイニングバーダマダマでね、はい、ゴッテスナイトのボリューム2をね、はい、そうですね、はい、ゆきちゃんよく言えました、はい、やってきました、はい、結構盛り上がりましたね。満席だったね。満席でね、うん、キャンセル待ちぐらい、ありがとうございました、ね、本当に楽しかったです、うん、ね、どうでしたでしょうかね、女神たちの夜、うん、そう、あのベリーダンサーもね、あのアーティアーティーの音楽に合わせてコラボレーションしたりとかして、そうそう、うん、共演してね、うん、ギターの弾き語りとか、そう、あと星読みとか、星読みがね、面白かった、面白かったです ね、 ですね、うん、その場で、うん、有名な男性の星読みをするって言って、そう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 、クイズ形式で ね、 そうね、当たった方はタロット券をね、うん、プレゼントということでね、誰が当たったかというとね、あの私の母親です。そうなんですよ、プリちゃんのお母さん、プリちゃんのお母さん、ね、一発でしたね誰よりも、ありがとうございました、本当に誰よりも早く答えましたね。持ってますね、持ってます、さすがでしたね、うん、嬉しそうに帰ってきましたけどね。あ、よかったですね、楽しんでいただけて、やっぱりね、いい会でしたよ。母親が喜んでくれるなんて、こんな最高なことはないですそうそう、せっかくね出てきてくれてね、東京までねそう、山梨出身なんですよ。あ、出身地言うか、いいけどね言うか、内緒だったのそういうわけじゃないけど何回もそうなの、前回の放送でも言ったよね。そうだ言った。そうだよ。そうだよ。そうか。みんな知ってるじゃん。そうだよ。みんな知ってるんだよ。うん。まあそうだ。2回言っちゃったね。はい。みんな知ってる。じゃあですね、実は今日はね、うん、珍しいところからお送りしているんです。そうなんですね。ね、さあ、はい、どこでしょうか。これもクイズ形式で行くんですか。私からわからないよ。私がタロットしてあげよう。じゃあプリちゃんのタロット券をプレゼント。じゃあ、はい、じゃあゆりちゃんからどうぞ。はい、じゃあ真面目に行きます。はい、国立の国立にあります、国立本店さんからお送りしております。皆さんご存知でしょうか、国立本店さんは。うん、ね、知ってます、知ってます。そうですね、うんうん、これを聞いていただいている皆様に、ね、皆様に聞いてみたんですよ。私もそのつもりだったのでプリちゃんが答えましたが、でもなんかね、いろんなところで目にしたことがあるんじゃないかと思うんですね、うん、そうです ね、 ね、せっかくなので、国立本店の皆様をご紹介しましょうか、はい、うん、はい、じゃあ、お一人ずつ自己紹介お願いします。はい、国立本店の川村と申します。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。国立本店の松岡です。よろしくお願いします。お願いします。国立本店の西と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、国立本店さんから3名、今日は、ね、お話ししていただきます。まずはじゃあせっかくなので国立本店のご紹介をいただいてもいいでしょうか。うんうん、国立本店はですね、本棚がとても印象的な、うん、はい、うなぎの寝床のようなすごく細長いスペースなんですけれども、うん、その本棚がですね、本の団地っていうコンセプトで、いろんな本を置いておりまして、団地ですの住人がおります。はい、それが、国立本店を運営しております、
本と町編集室と申します、はい、で、毎週火曜日定休日、はい、水曜日から月曜日まで、13時から18時まで空いている、国立の本と町をこうなんでしょうねコミュニケートするべくして生まれたスペースといいますか、はいはい、コミュニティスペース？ハモりましたね。なんかいろんな人に、はい、あの立ち寄っていただいて、うん、本を楽しんでいただいて、うん、で国立の町も一緒に知っていただきたいなっていうような、うん、そんなこう自由な感じのスペースですね。なるほど、はい、いやなるほどなるほど。でね、私たちあってあっても初めて実は、うん、お邪魔させていただいたんですけど、そうですね、居心地いいですね、うん、ね、すごく、うん、よかった。なんかあの何時間でも入れそうな感じです、うんうん、何時間もいる人いますよ。でしょうね、でしょうね、これはもうありがたいことに、はい、もう常連さんもいらっしゃってね、うん、はい、あの本の団地のコンセプトが面白くてですね、ちょっと映像でお見せできないのが残念なくらいなんですけど、あの一個一個あの正方形の棚が作られていて、そこにこうあのその棚一角をですねオーガナイズする方があの自分のを紹介するとこの本が並びますよっていう風にね、絵本が並んだり小説が並んだり、うん、なんかあのアートの作品集が並んだり、うん、あのこけしが並んでるのはそれもありなんですか。マトリョーシカ、マトリョーシカも、あ、マトリョーシカも、チコチコ、あ、でもそこには住人がいないんです。そうだね、うん、オブジェ的な感じなんですか。彼らは住人なんですかね。あ、そうですね、そうですね、だんだん増殖してきちゃって、うん、ね、素晴らしい、めちゃめちゃ可愛い。私404のね、うん、サンバの神様も気になる。気になるよね、あれ。あ、彼女の親友。え、そうなの？西さんの作品。西さんの作品。すごい素敵。ね、来ていただかないとわからないんですけど、ぜひお越しください。あの、はい、国立本店さん、国立駅北口からすぐ、あ、南口ですね。ごめんなさい。南口からすぐなので来ていただくと、西さんの作品のサンバの神様がお待ちしております。うん、404に住んでます。404です。ね、あのね、なんでしょう、木がね踊ってるんですよ。いいですね、いい表現、うん、あのもうそれしか言いようがないですね。もういやこれは絶対見た方がいいね、うん、いや素晴らしい主ですかね、主だね。そんな感じであの棚が一角ずつ面白くて、で本だけじゃないんですよね、 いろんなイベントをされているということで、これからも続々と新しいイベントが発信されるようです。はい、はい、また追って、本店さんは Facebook とかあるんですよね。はい、あります。はい、Facebook で国立本店で検索できますか。はい、で検索していただけると いろんなイベントが見れると思います。はい、はい、ということでせっかくだから、アーティアーティのトークと、うん、本店さんのトークと、うん、ちょっと本店さんのねあの交えて喋っていきたいと思うんですけど、うん、本店さんの皆さんはスタッフの皆さんは妄想好きだということなので、うん、あ、ちょっとその前にちょっと一個聞きたいことがあってですね、はいはいはい、もう前から私あのここの道を行ったり来たりとかしてて、で気にはなってたんですよ、うん、でもちょっと入っていいのかな、はい、か思ったりして、うん、でどうなんだろう、なんか例えば一元さんお断りとか、うん、何かそういうなんか会員制になってるとか、うん、会員制かなって思うね。そう、それはちょっと思うか、その辺ちょっとお伺いしたいなと思って。それはもう全くなくて、うんうん、あのもうどなたでも自由にあの戸を開けて入ってきてください。そうなんです、嬉しいね。この間、ね、あの待ち合わせに国立本店を使ってた、すごい面白い、おしゃれ、うん、おしゃれね、おしゃれね、じゃあ今度私たちも国立本店の待ち合わせをしよう。あ、いいね、それいいね、うん、面白いな。で毎日あのお店番が違うのでちょっと入りづらいかもしれないんですけど、うんうんうん、あの何度も来ていただくと、うん、あのその毎回違うメンバーとコミュニケーションもできますし、うん、そうですね、そういう楽しみ方もぜひしていただきたいなと、うんうんうん、はい、でその人に自分の
あのおすすめの本を紹介してもらったりとか、そういったことをしていただけるとすごく嬉しいです。いいですね、繋がっていきます、ね、ぜひぜひ皆さん通りがかかったら貸本もやってるんだ、ね、あそうなんだ、はい、それは会員になっていただかないといけないんですけど、別にその会員さんだけが入れるわけじゃなくて、うん、誰でもご自由に、ね、来て本読んでいただいて、うん、待ち合わせにぴったりだね。そうだね、うん、あぜひ素敵、うん、時間があれば入り浸りたいそうですね、居心地がいいです。居心地いいですね、うん、しかもこ の, あのガラス張りだからオープンスペースなのもいいよね。ね、そうね、そうね、国立 FM Music into our life。 さあ、ということで妄想トークいきましょう、はい、お待ちかねだよ、お待ちかねだよ、みんなの、そう、みんなの得意分野なんだから。ですね、そう、せっかくだからね、うん、今日のコラボレーションはさ、うんうん、だからその本店さんの、まあ、本だけに今回フィーチャーするとして、うんうん、本があるでしょ、で私たちの音楽があるでしょ、うんうん、でこんな文化的な町国たちをね、うん、どういう風に盛り上げたらね、うんうんうん、私たち的にね、うん、楽しくね毎日が生活できるかっていうね、うん、妄想いきましょうか。あ、どうですか。いいと思いますよ。ざっくりしすぎですか。いやいや、いいと思います、ね、さあ、それで妄想トークいきましょう、うん、はい、押すな妄想トークという言葉をさ、いや、こんなだって妄想だけで進めていくラジオってない、なくない、いや、あるのかな、いや楽しいと思います。いや、ちょっとやってみましょう。ワクワクしちゃうね。そうそう、いや、そう、あのね、あのこの国立には実はさ、結構さ有名人がさ、うん、の方が桃江ちゃんとかさ、うん、ね、うん、いたりとかするんですよね、うん、実は、うんうん、皆さん国立出身の有名人、うんうん、妄想じゃないけど、そうじゃない、リアルなの、いや、せっかくそこからさ、ちょっと広げてったのかな、うんうん、国立出身、うん、出身国立京志郎さん、あ、そうだね、国立、あ、そう、国分寺、あ、でもすごい、あの、たまらん坂とかが出てくる、ね、そうだね、たまらん坂が出てくる、そうだね、たまらん坂、うん、ですね、うん、ちょっと待っちゃった、あ、そうだそうだ、次、挙手制です、わかんない、知ってる人、宇梶武史さん、あ、そうだそうだそうだ、そうなんですね、そうかなり悪だったらしいんですけど、ね、有名ですよ、宇梶さん、今ちょっとね、うん、カンペが来ましてね、石原さとみさんもそうなんだって、そうなんだ、知らなかった、大学通りのアスクアジラフっていうカフェで見ましたよ、あ、すごい、本当に、でも多分ロケだったのかな、ロケの後かなんか見ましたよ、そうなんだね、会いたいね、うんうんうん、じゃあさ、あれじゃない、映画撮れちゃうんじゃない、急に急にですか、だって国立の街はよく映画に使われる、まあね、あ、ドラマにも使われたりですよね、うん、あ、そう、ドラマのロケもよくやってますね、アスカヤンジラフもそうだけどさ、うん、あ、ね、一橋だよ、そうだしね、一橋ね、使われますよね、よくね、使われるね、うん、素敵だもんね、なんか散歩するとね、うんうんうん、なんかさ、あの、ね、電車も、まあ、ちょっと駅が変わってしまったけれどもさ、うんうん、そうそうそう、電車で降り立ってさ、うん、あれこの街はみたいな感じでさ、散歩を始めるわけ、うんうん、これも妄想入ってた、急にですね、私通じてた、皆さんもどうぞスイッチがこう、せっかくだからね、うん、南、うん、あ、じゃあこれ回していこうか、はい、そこからじゃあ散歩が始まりました、うん、で、じゃあゆきちゃんにも散歩始まりました、でも全然始まってない、散歩始まりましたお腹が空いてきましたじゃあその後どうしよう、主人公の、うんうんうん、その人は、なるほど、その人は、うん、まあ、いつも行ってるカフェじゃなくって、うん、たまには違うところをっていう感じで、うん、散歩を続けます、はいはい、どうぞ、え、急にそんなにすぐにそうだよ、道を歩いていると、うん、
いい匂いもしてくるし、うん、なんかちょうど昼時、うん、いやお腹が空いたな、何の匂いだろう、出汁かな、それとも部位かな、いや実際これ実際妄想じゃない、実際の話だ、リアルな話、何が食べたいかなって考えた時に、うん、あの店に行こうと思いました。お難しいとこです。次は本店の川村さんが食べましたよ。店に行こうと思いました。そこであるおじいさんに会いました。会っちゃった会っちゃった。やっぱおじいさんは昔からあるあのブランコ通りのロージナ作法で、うん、やっぱプリンアラモードを、うんうん、僕と食べないかって誘ってきました。いいすごいぞすごいぞ。それで誘われて、おじいさんに誘われて困っているところに、うん、おじいさんの孫と思われる人がガラガラと入ってきて、カランカランってなイケメンですか、うちおじいちゃん、イケメンだね、これはそれは違うね、これははい、そこでそこで来たそこで私が登場したい、あなたですか偶然言わせたい、私が今日一番の妄想が出た、そうですいやー、これ続けます自分で振っていや、話をね、そう、この感じでね、いや、映画とかさ、うん、物語のストーリーを組み立てるのにすごい、うん、いい街じゃない、うん、ね、今映像がもう浮かんだもん、ね、そう ね、多分国立 FM を聞いていらっしゃる皆さんは国立の街風景を思い出しながら聞いていらっしゃると思うんですけど、うん、ね、そうね、絵になるところがいっぱいあるもんね。そう、あの、うん、実はね、一番最初にね、ちょっと真面目な話になっちゃうんですけど、どうして国立本店さんで、うん、ラジオを撮らせていただき、あの場所をね貸していただきたいってお願いしたかなっていうと、うん、あのそう、私たちは音楽やっているけど、うん、国立本店さんも本とかね、うん、あと面白いイベントをやってたりとかして、それをなんかこうイベントっていうか、そういうカルチャーを結びつけていけるような、ま、行きやすい街が国立じゃないかなと思ってて、そうだから、そういう感じでね、楽しい試みがどん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 自然多発的に発生していくといいなと思ったわけ、うん、今日も素敵な出会いがあったしね、うん、妄想一緒にしちゃったしね、うん無理やりそうそうですね、うん、うん、なんかあの国立本店さんはその、まあ、待ち合わせスペースとか、もちろん本とかを見に来る感じのスペースとして機能していきつつ、はい、例えばなんかこう物語の舞台になったりとか、そういう使い方がされると嬉しかったします。いいですよね、舞台ってことですよね、うんうん、いいですね、小説の中に国立本店が出てきたりみたいな、あ、うんうんうん、いいですね、いいですね、結構街歩きでいろんなところを、うん、あの取材したりするので、うん、これからもどんどんそういう場所が出てくると思うのでね、うんうん、あ、そうか、街歩きね、そう、街歩きしてこんなとこ国立のいいとこあるよっていうのを、あの今まで住んでた人も分かんないような、うん、まあ、かなり独断と偏見に満ちたものになるかもしれないんですけど、うん、そういうところも見つけてここで紹介できればなっていう感じですね、それいい ね、その独断と偏見が面白いよ ね、うん、面白いね、やっぱり行くところとか決まってきちゃうので、うん、教えていただけるとね、大変嬉しいですね、うん、この国立本店は国立愛に溢れた方メンバーでいます、うん、1個質問なんですけど、国立本店でそのスタッフをやって、スタッフというか関わってる方々はどんな方々がいるんでしょう、あの、そうですね、本店メインで仕事っていう感じじゃないです
ですよね。いろんなことをしながらいろんな、そうですね、皆さんあの都合をつけてお店番付に1回入るような感じなんですけど、うん、もう職業も年齢もバラバラで、うん、どうやって集まってきたか、ご縁もありつつ、何かツイッターとかそういうのでつながっていくとか、本店のホームページからあの募集をしてとか、うんうんうん、あとは何でしょうね、知り合い同士でとか、うんうん、あ、そう、前からの知り合いで、うんうん、今回は参加してみようかなとかって来てくださった方もいるし、もういろいろで、面白いですね、ね、うん、なんかそういういろんな人が集まってるから、うん、そういう妄想話が膨らむ、ね、もう知らないことのね、ジャンルがもうバラバラだから、ね、そうですね、あ、それがなんかいい具合に、うん、ミックスして、ね、うんうんうん、あ、すごいですね、いい発酵だし、うん、発酵ですね、お酒か、もちろん本が好きな人もねいっぱいいて、うん、だから本にまつわるなんかイベントもっていうのは考えてますね、うんうんうん、なんかあの私一番最初にインターネットで調べたんですけど、本のイベントなんか、ね、2013年かなんかに大きなね、うんうん、松田書店さんとやって、はい、そうですね、増田書店さんにあの今はこの本棚は自分たちで自分の蔵書を、選書して並べてるんですけども、うんうん、本棚にコンセプトをつけて、うん、それに合わせた本を選書してるんですけど、うん、それを見て、増田書店さんがまたこう新たに、うん、あの選書していただいた本が並んだりっていうことがあって、でそれが去年の夏に一番最、8月に行った、一番大きなイベントで、うんうん、で買えるん、買えるんですよね、その時は買えた、うん、へえ、その時、今はね貸し出しとここでの閲覧だけなんですけど、うん、その時はあの買っていただいて、うんうん、なるほどね、気に入った本を持ち帰っていただくと、うん、なるほど、なんか本と本のコラボみたいな、うん、そうですね、ね、面白いね、うん、並んでる本を見ていただいて、そこからまたこう、うん、また新たな展開に進んだ本が並んだっていう、うんうんうん、面白い、なんかそういう面白さがあって、うんうん、すごく好評いただいて、うん、いいですね、うん、なんかあれですよね、今そのここの本店で貸してる本に読んだ人がメッセージかけるようになってってるんですよね。そうですね、あの、それがすごい面白い。そうなんです、あの団地なので、うん、団地にはポストが各部屋ありますよね、うんうん、でポストにこうお手紙入れていただいたりとかっていうようなこともできますし、うんうん、あとは貸本は、台本本っていうものが会員さんになるとあのお渡しできるっていうシステムになってるので、うんうん、そこにあの借りて読んでいただいた本を本に、うん、感想を書いていただいて、うん、でまた自分の、うん、なんでしょう、本にしていただくっていう、うんうん、いや面白いこともできたりとか、うん、そういうなんか読んだ人同士のつながりっていうのが意外とリアルタイムでできることってないから、うんうん、すごい面白い試みだと思うんですよ、ね、図書館に行ってもその本のことで普通のお客さんと喋り合うことって、うん、図書館でも本屋さんでもできないと思う、ね、そうですよね、一つの本についてちょっと入ってくると語れるんで、うん、そうですよね、面白いですよね、貴重だな、うんうん、すごく貴重だと思う、いや楽しい、だからお客さんに逆にこんなのが今面白いよっていうのを教えてもらったりとか、うんうんうん、すぐ今検索できますから、うん、読んでみますとか、うん、そういう話が本当できますね、うん、なるほど、いいですね、うんうんうん、ね、面白い試み満載です、うん、本当に、うんうん、ということで、うん、もう そろそろお時間も迫ってきましたので、ちょっとアーティアーティーが最後締めましょうか、そうですね、はい、今日は、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、貴重なお話を、ね、みんな楽しく妄想できて本当に心いっぱい本当はもっと続けたいんですよ、そうなんです、時間がありますので、そうなんです、
になると私たちが練習を始めるという、そうですね、1年に1回ね、はい、演奏する1年に1回と限らないというわけで流れてましたのがプリちゃんから、はい、アーティーアーティーのメリーミュージッククリスマスでした。ということで、ね、来月のアティアティの告知もちょっとさせてもらってしまいましょうか。はい、そうですね。はい。じゃあリーダープリちゃん、はい、お願いします。毎年この時期になりますとアティアティのクリスマス音楽会を関谷ホールですね。はい、声優の7階です。エソラというところでやらせていただいてます。今年は12月の14日の日曜日、2時半スタートになります。ぜひ来ていただきたい。そしてお問い合わせとご予約はまあ Facebook の方にもあれですし、メールの方であれっていうFacebook の方でも受け付けております。はい、メールの方ですとご予約方法をね、はい、ブログとかで見ていただけるので、はい、はい、ぜひ来ていただきたい。アーティアーティで検索していただければ、はい、今年はですね、はい、アーティーちゃんのお友達のもみの木さんには大きな夢があるようですというタイトルです、ね、はい、タイトルじゃないです。タイトルじゃないです。今まとまってないな。ごめん。まとまってるよ。そんなことない。さて、その夢を叶えてくれるのはというのがテーマになってます。はい。はい、なんか最後の締めで。いや、タイトルはね、ちょっと、これ、すいません、私たちこれでも10周年で。そうなんです。実は今月で。本当に申し訳ない。本当に11月今月でですね10周年になったんですね。おかげさまでね、皆様ありがとうございます。毎年恒例でこれやらせていただいてまして、でタイトルとしてはですね、はい、メリーミュージッククリスマスといつもちゃんとつけてやってるんですが、ゆきちゃんしっかりしてるね。そうですね。しっかりしてるっていうか、まあ、そういう感じですね。はい、でそのテーマがさっき言ったようにアーティちゃんとね、もみの木さんがね、うん、そうです、そう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 、その今年はそうです、夢です、夢、夢じゃないな、夢です、夢。今年はみんな、そうみんなで一緒にアーティちゃんと一緒にもみの木さんを飾りましょうということですね。そうですね、音楽隊員のね、そうみんなにはちょっとした特典がありますので、はい、お楽しみに、ぜひ、はい、はい、来てください。結構ご予約埋まってきてますので、はい、お早めにご連絡ください。はい、では今日は国立本店からお送りしました。本当にありがとうございました。じゃあまた来月、バイバイ、バイバイ、バイバイ。